皆さんこんにちは、さつきです。今日は、ナチュラルメイクからの、ハーフ顔メイクというのにチャレンジしたいと思います。というわけで今ちょっとすっぴんなんですけど、カラコンだけつけました。まずはナチュラルメイクからやっていこうと思います。で、今日使うのは100均メイクばっかりを集めてというか、普段100均メイクばっかりなので、100均メイクでどんだけできるかというのをやってみようと思います。なんか顔色がライトで真っ白だぜ。なんかもうクマとかひどいわこれ。気にしない気にしない。というわけで買ってきてみました。私ベースって使ったことないんですけど、いつもオールインワンジェルみたいなやつを使ってるんですけれども、今回はちゃんとベースを使おうと思って、で100均でこんなやつ買ってきました。こんなやつ、なんか100ベースなんてどの程度使えるかな。一応じゃあ始めてみましょう。で、私ね、全部にファンデーション塗るってことないので、ちょっとほんと超ナチュラルにするために、もうこんなん使ったことないわ。なんかもうちょっと塗ってみようと思います。なんか結構サラサラ、いつも使ってオールインワンジェルとあんま変わらんな。私あんまこの辺とかファンデーション塗らないんですよね。でも今日はちょっとやってみようか。なんかひげ生えてるかもしれん。なんかひげ、髪の毛をね止めるとね変な癖がつくのでね。めっちゃ曇った。どうなんだろうかこれ。めっちゃ曇った。ちょっと頑張ってやってみようか。いつもより適当な。ナチュラルにだよ。あ、そう、ナチュラルにだけかかった。もうちょっとね、部屋明るいといいんだけどね。別に暗いわけじゃないんだけどね、これ逆光で撮っている自分が悪いんやと思うけど、いつもなんかね撮ってる場所をやったらさすがに後ろになんか湯沸かし器とか映るのもなんかあれかなと思って、ちょっとベース塗ってみました。あ、もうちょっと色悪いな。次は何だい。100均なので、今の100均有能だよね。はい、コンシーラー。なんていうやつか知らんわ。見えないのかい。なんていうやつこれ。なんか書いてあるわ。そりゃなんか書いてあるでしょ。うーん、顔エヴァー。まあなんかこんなやつ英語弱者エヴァーなんとか。これ多分なんかよう売ってる、ダイソーに売ってるやつです。私コンシーラーはもうこの目の下のクマぐらいしか塗らないので、あとはもうパウダーだけで、あとクリームファンデとかも使いません。完全な自己流。うん、重くなる感じが好きじゃなくてね。重くなる。うん、ちょっとコンシーラーがっつり手で伸ばしていきます。何事も適当にね。うん、これ怖いじゃないの。ここね、ここ。あーここね。うん、そこ重要だよね。うん、あ、意外にこのベースいけるかも。どれどれ、なんか普通にちゃんとついてくれる、ちゃんとしとるね。うん、上の下のクマがね、あ、さっきより隠れたね。あ、で結構わからんよ、うん、違うね。ちょ、このライト、なんかライトっていうかね、ちょっと考えてみる、うん、もうちょっとちゃんとしたの。このバンバンってこの辺からもライト欲しいな。そんなもん買う金ねえ。で、次は何これ。ちょっとカラコンしてるからね、字が見にくいんだ。カラコンしてなくても見えないんじゃないの。いや見えるんやけど、エルファパウダーファンデーションライトベージュ、こういうやつよく見かけるでしょう。こいつを付属のスポンジで普通に塗っていきます。とにかくナチュラルメイクなので、いかに薄付きで、こんなおでこなんかファンデーション塗ったことないわ。動画のためだけいつもと違うのにするという。そうそう、そもそもなんていうの、シェーディングとかしたことない。
終わったな。いろいろと終わったな。本当女子力ゼロや。親父力ならあるけどな。そう。わし。俺たち親父力はあるんだ。だ。ややはなんか顔全部にこう、ちょ粉しか塗ってかんよ。どう？粉だけしか塗ってないんやけど。なんか白くなった？うん。こっち見て。あ、なんか変わった。粉っぽくなった。粉っぽい。粉っぽくなった。これはいかん。なんかすごい粉を塗ったっていうのが分かる感じする。なんか白いの。うん。マジで粉塗ってこれじゃ。なんかここら辺ちょっと、もうちょっと。鼻の準備悪いけど。ちょっとなんか気になるところとか。鼻のてっぺんカサカサすぎね。ここなんかね、ヒゲっぽいんだよ。鼻のてっぺん。うん。カサカサ。なんか、穴に、あの毛穴になんか埋まったっぽい感じ。なるほど。これ順序逆にしたらやばいやつやん。うん。大変なことになる。まあいいわ。うわ。まあ100均メイクでどの、ああ、ここの影が。音。ザッザッて。どうかな。この辺なんか髪の毛で隠れるからいいや。まあそれがあなんか髪の毛で隠れるときはもう塗らなくていい。汗かくし。まあね。うん。汗もかくし。でもあれやんマミ、実際毎回外出るときメイクするかって言ったらそうじゃないやろ。うん。最近、うん、てか昨日マスクじゃなかったっけ。いや昨日すっぴんでそのまんま。よく出てたね。なんか誰に回んやろうと思ったら警察に会うというね。まさかの警察に会うというね。マジびっくりした。うん。なんでしょう。何があったんでしょうかね。うん、中さんが警察に向かって ガチギレしました。私もなんか言おうとしたけどタイミングなかった。どうでしょうかね。ちょっとライトの色悪いな。ちょっとおさあ気を取り直してやろうではないか。ついついこのカメラじゃなくて画面見てしまうという癖がね。それでは次はとりあえず、あ、なんか結構違うな。次何すればいい。知らん。アイメイク基本やな。目元で印象変わるから。そうそうだよね。アイメイクはもうねシンプルにこれ、何だっけ。シャドウ。シャドウじゃないわ。そうシャドウ合ってるじゃねえか。まあ、けんじゃないよ。これ結構愛用してるやつなんですけど、白いのってハイライトつけるあれけ。うん、これでもうちょっと方言なくさんな。方言出しすぎる。白のこれでT ゾーンとか、うん、鼻のてっぺんとかハイライトをいきなり手でやっていくという横着もの。めんどくさいから。うん、影は入れないんだ。入れるよ。入れる。さすがに白すぎる。なんか、すごいなんか肌きれいになってるな。テカるなおい。テカテカ光ってる。こんなに普段ライト当たることないからね。まあね、うん、普通に生きててもそんな当たることないよね。ちょっとなんかいまいち好きじゃねえな。やっぱ顔にファンデーション山ほど塗るっつうのは。あとねシャドウはね、このさっきこれとこういうやつ、この今年か去年か忘れたけど出たやつで、うん、ちょっとラメが結構多くて、お、これを結構愛用しています。ナチュラルメイク、まずはナチュラルメイクやから、ちょっと一回目ちょっと噛んだ。あんまりこういろいろと塗りたくるの、これ自眉なんですけど、なんか一応なんか塗らんといかんかな。いいんじゃね別に。どうしよう、眉毛は最後にします。めんどくさいんか。いつもやっているナチュラルシャドウとかあんまり使わん方がいいかな。まあ、とりあえずこれのもう、ピンクをちょっとアイホールに塗っていこうと思います。柔らかい印象になりそうだね。本当はねブラシで塗った方がいいのが分かっとんやけど、はい、100均のブラシセット、100均のブラシセット。これでも柔らかすぎて使いづらいんだよね。でも有能だね。なんかいまいちなんだよな。まあ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 、まあ、私的にはなしの方向なんですけどね。なんか柔らかそう。これ多分本来チークに使うブラシではないかと。うん、そうだと。あれチークはあのウォータータイプの、あ、目ん玉いた。なんかねこのブラシはあんまり良くないっす。
目はデリケートだからね、うん、すっごい作ってる感あるな。キラキラした白顔白でとナチュラルな感じにしたいので、何を使うか、ベージュ、この色土、うん、この土みたいな色、土明るい土みたいな色、土を塗る、こいつをちょっとだけ本当ナチュラルにしたいから、このここだけうっすら、もう、うん、うっすらうっすらと土を塗るのね。このここら辺らへん、しっかり目尻ここら辺までちょっとなるべくデカめ効果が出るように、簡単にデカめにできるようにみたいな、うん、ところって結構明るいから、うん、ちょっと分かりづらいかもしれない。本当にナチュラルにするにはいいかなぐらい、このまぶたの半分ぐらい、ナチュラルはナチュラルってちゃんと分かった方がいいからね。そう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 、中途半端な人たまにいるからね。なんか分かりづらいかな、ちょライトのせいで分かりづらいかも。あ、でもちょっと分かるよ、肉眼やと。うん、画面越しだとどうなっとるか分からんけど、全然塗ってないように見えるよね。あ、分かるかな、ほらほらほら、こんな感じこんな感じ、老けてるあのカメラで見るのと生で見たの全然違うな、うんうん、あのね、あの リアルで見たらだいぶ若いのよすごい、シワとか全然分かんないから。そんなで何これ、ね、ただのソペンで喋ってるだけじゃんか分からんな。この ノーズシャドウを先に入れたいんですけれど、うん、私はいつもこのもう一個暗めのチョコみたいな、ここの色をチョコ色、いきなりチップで、お、それチップって言うんだ、どれや、チップで少しだけ取って塗っていきます。これで鼻を軽く見せると、やべ、ちょっと思ったより濃くついてもっと、結構濃いな、うん、濃くついても鼻が高く見えるだけだからね、うん、ちょっとビジュアル系になってしまうから、ちょっとここ辺ぼかして、盛りすぎでしょ、まあ、全然違うな、ほら急に鼻高くなった、マミー鼻高、ちょっとやりすぎまるでいつも鼻が低いと言っているような。で、眉どうする、ちょっともう一回り太めのやつで、茶色、さっきのこのココノーズシャドウ塗ったやつと同じ色で、喋り方もちょっとちゃんとしよう軽く塗っていこう。あの髪色がちょっと今ピンク系というよりちょっと茶髪だから、ちょっと眉毛黒いと目立つよね。そうそう、濃くなったと思うよね、うん、眉毛ね、立派やからね、もともとがすごいキリッとしてる、ほら、これ立派になっちまったよ、全然ナチュラルに見えるかこれ、おいさっきよりでも自然になったな、濃くはなったけど。で、めっちゃキラキラしてるよ。何が足らんか言うたら、絶対にナチュラルメイクに欠かせないものといえば、といえばなんだ、あのアイライナーとか、あー、ライナーをこの100均、すべて100均で使わないかんという100均縛りの偶然でしょこれこれもいつ買ったか分からんけど、あのペンシルです。はい、分かりますそれは私でも分かる。こいつをあ、ちなみにアイライナーも100均のダイソーのあるんですけど、今回これちょっと使わずにペンシルでこのまつげのこの間とか、この下まつげの間とかを潰していこうと思います。うん、それでどういう効果が、これで描きましたよっていう感じじゃなくて、自然な感じ、そうそうそう、なんか目尻だけちょっと若干こう、ほんとなんかアイライナーの代理みたいな感じ、ちょっとここだけ、うん、ちょっとこうして下も軽くね私いろんな人の目が見えてるけど、そんなに鼻の下伸ばす人はなかったすごい自然な感じだったけど、何顔伸ばしてきたそうね、そんなに顔伸ばさなくていいよね普通にやってもできると思うんだよ。こんな感じ、ほら、つけてない方とつけた方と、なんか、ここなんかおかしいぞ、あ、なんか、うん、わかる？でも目開けてしまったらちょっとわからないんだよね。見せて見せて、あ、ちょっとわかる。そう、なんとなくね、塗った方はちょっと、ほんとちょっとだけ目でかく見える、うん、ちょっとだけ目大きく見える、うん、カメラだとわかんないかもしんないけど、うん、なんかわからんけどね。で、このまつげ、ここの隙間を塗りつぶしたら、まあ、こっちもやるよ。うん、反対側やりづらくない？二重の幅がこっちとこっち違うんっすよ。あの左の方がちょっと幅が広いんで、こっちいつも若干太めにライン描くんですけど、
今回もその感じだから自分の目の大きさに合わせてというか、あんまりねこれもう下描きましたよって感じになるとナチュラルじゃなくなるから、こんな感じでどうでしょう。